スポーツの杉田と申します、はい、本日よろしくお願いいたします、はい、ですね、ちょっとお伺いしたいのがガーシー議員の、音喜多議員との対談が、まあ、ありまして、まあ、岡田伊蔵になるみたいな話してて、まあ、各党の、まあまあ、その小泉進次郎さんだとか、はい、まあ、参政党の神谷さんとか、まあ、水道橋博士さんとか、まあまあ、共闘って言っていいのか、その、まあ、ガーシー派と言っていいのか、まあ、そういう動きを、まあ、動きというか呼びかけをされてるで、まあ、立花さんも以前から、まあ、その、まあ、議員の、まあ、おっしゃることは、まあ、特に、まあ、ノータッチでということをおっしゃってるんですけど、この辺についてちょっとご感想というかお伺いできればと思います。まあ、僕岡田伊蔵という人物をそこまで詳しく知らないですけど、結構具体的に知ってますよね、多分ね。だから、まあ、ガーシー例えなのかなと。で、まあ、ガーシーは常にこのその新しい勢力が一緒になった方がいいということを言っているので、それは令和新選組であっても、賛成党であってもっていうのは考えたので、まあ、そこは僕とちょっと違うところはあるにしても、全然その新しい勢力を集めたいということについては、まあ、全然いいことなんじゃないかなと。まあ、ちなみにびっくりしても、一番寝てる音喜多君がガーシーに寄ったら面白いかなと思って。いやいや、本当、今回で一番居眠り多いですからね。もう一度言いますけど、居眠りしたら辞めると宣言してほしいですよね。次寝たら私は辞職しますと、いや、音喜多さんはそれを言うのが一番国民の信頼を得ると思いますよ。まあ、もっと言うと、寝てないって彼は平気で言うので、目をつぶって考えていたっていうので、15分以上目をつぶっていたら辞めますっていう。居眠りって難しいですから、外形的には目をつぶって15分考えてましたって平気で言うじゃなくて。だからまあ僕はその音喜多駿さんという議員さんは相変わらずまあそこは責められないように、だからよくね、暴露されたくない人がガーシーに近づくっていうのは典型的な人だなと思ってますけどね。いやいや本当にすげえなっていうには音喜多さんに対しては思いますね。いや一言言えばやめですよ。もう私は過去に2度寝てます、少なくとも1度は寝てます、1回認めてるんでね、お金返してるんで、もう十分執行猶予期間中にあるから、次、国会で10分でも15分でも、目を閉じていたら、それはもう、私は正しい地方届を出しますって、こう言えば、おーってなるし、本人も絶対寝ないじゃないですか、そこまであったらね、でもまだ寝ないですよ。眠たくなりますって、国会で。わけのわからない話聞いてたな。すみません、もう一点だけ、ガーシー議員のことなんですけども、今ちょっと岸田総理がちょっとコロナに感染されて、まあ、リモートで公務されて、はい、でまあ、そのガーシー議員、それをちょっと、まあ、拾って、まあ、なんで、あなたがよくて、俺はダメなんだみたいな、まあ、はい、論理で、まあ、その通りかなと思うところもあるんですけど、はい、その点に関しては、そうですね、だから、これ、国会閉会中なのでね、さあってなるんですよね。だから国会開会中に、まあ、総理だけじゃなくて閣僚がコロナになった時に、まあ大体でも副大臣とか政務官に出てくると思うので、まあそういう意味では国会を今までリモートでやったっていうのはゼレンスキーさんぐらいなのかな。まあちょっとね、国会のその実際の委員会とか本会議とはちょっと今のリモートは違うので、あれは行政の仕事ですよね、まあ、行政だけの仕事なので、その辺はちょっと異なってくるのかな。でそうするとちょっとまあ私もリモートでできる公務っていっぱい実はあるんですよね。ちょっとこれは私にはもう申し訳ないけど首絞めてるぞっていうのがあるので、っていうのは委員会には確かに出れないんですけど、その委員会を彼は傍聴することもリモートではできる、発言できないだけでね、もちろんその手前のレクチャー、総務委員会のレクチャー、これ長いですよ、法案のね、説明っていうのが来るので、そうするとそこはもう間違いなくリモートでできるんですよね。まあ、公開日の仕事っていうか、だから画面に出てるっていうのは委員会出席なんじゃないので、だから彼自身がその事前のレクチャーはリモートでできる、これはさすがにできるよなと考えたかな。総務省も言われるよね。ああ、結構法案説明に関するレクチャーは私は、はい、リモートでやってもらうことが多い
多いですね。というか、だからそれをしなきゃいけないので、そこは本当にこれから国会が開会されると、その今ガーシーは忙しい忙しいと言ってるんだけども、その事前の説明の資料とかをドバイに送った上で、それがね、高くても全然いけると思うんですけど、別に現物を郵送してもいいと思うんですけど、それに身を通してレクチャーを受けて、いわゆるまあヒアリングして、で委員会にはリモートで参加して発言をね、そのするっていうところについて、結構手に唾吐いてる感じはして仕方ないので、僕何も本人から聞かれてないと言ってないですけど、そのリモートを本当にガーシーがするつもりであれば、結構そこは追及されるんではないかなと思っているんですね。結構大きいこと、想像力な問題でね、僕はガーシーに対して選挙にさえ出てくれたらいいって言って、その後続けてもいいし、やめてもいい、それはもうガーシーが準備してくださいと。というのは、あの国会議員の仕事っていうのはそこそこの負担があると思うので、それをやるかやらないかはもう任せるので、うちとしてはとりあえず移行してもらえるのがありがたいと。まあ、それに対して当選したら3億円お支払いしますっていうスタートで言ってるので、そもそも説明も聞かずに、いわゆる総務委員会とか他の委員会の傍聴はリモートでできるので、それをしないとなると、なかなか厳しくはなるのかな。あのそもそもやる気ないやんって言われかねないのでね。だから、あの記事を見て、ちょっとガーシーどうするんやろうっていうのは。ハードルを上げてみたいな。そうそうそう、いわゆる兼ねれば、多分ね、僕が当然説明してないから、国会議員の仕事って、その表に出てくるものだけじゃないので、なぜ、真面目にやったらハードはハードなんですよ。特に基礎知識がない人からすると、言葉の説明、言葉の意味から理解していかなきゃいけないんで、そういう意味では新人議員さん結構大変なんですよね。だからそれをその最初からもうやりませんということで、僕は早送りでいいと思ってるんですよ。そもそももう議会なんてバカらしいから、そんなのもう出ないんだと。マクロだけやるから公開に出ないっていうのか、それともリモートだったら参加するよっていうのは全然ちょっと意味が違うと思うので、そこについてはちょっとガーシー自身がこれから10月に臨時、いわゆる臨時国会が始まった時にガーシー議員に対して説明したいっていう法案の説明に対して、彼がさあどうするのかっていうのはちょっと真面目な感想ですけど、ね、僕は別にリモートにも出ないし何もしません、バックだけやりますので全然いいと思ってるんですよ、僕個人はね。だから世の中的にとか、その参議院 の懲罰委員会なんかが、いやそんなリモートでじゃあ彼にやるとしてそれだけの質問とかやるんですかっていうようなことを言われた時に、かなり逆にちょっと苦しくなるのではないかなとはちょっと思ってますけど、はい、分かりました、ありがとうございます、はい。